オーシャンサイドガーデンの専門のチャンネルで持ちたいな。さすがに YouTube で何か持ちたいな。もう、そういう時代ですよね。そういう時代。もうロック2歳からでいいました。オーシャンサイドチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。あれ説明しろ言ってなかったね。ちょっと呼び出してあげなかったからね。ちょっと聞いてもらいましょうか。そうです。一応伊坂の社長がロッピーさんとして食レポチャンネルやってるじゃないですか、うんうん、それとは別のラインでそのオーシャンサイドガーデンの専門のチャンネルをちょっと持ちたいなと思いました。おー、なるほど、はい、でそれでインスタとかにはまあかっこいいその写真とかあげるんですけど、うん、その何ていうんですかね、現場の裏側とか、うん、もっと人が見えるようなプラスアルファの部分を、うん、このオーシャンサイドチャンネルで上げていければなと思って、うん、ちょっと始めてみたいなと思います。なるほどね。それ去年とか今日とかずっとみんなでこそってやってこれがそういうことです。そうです。あ、別あず別じゃないですか。なるほどね。あず別か。あー、え、俺はでもロック伊坂でいいの。あ、もうそれもうそれでお願いします。はい、ね、はい、はい、はい、でも食レポとはまた違う、チャンネルをそうですね、オーシャンサイドガーデンの、はい、みんなで作ろう。はい、そうです。あ、なるほど。じゃ主体としましては、僕がそのオーシャンサイドガーデン造園部の部長なので、うん、まあ、私が主体となってやるんですけど、うん、まあ、カメラとかのアシスタントも兼し、うん、で、そうですね、僕と一緒にやってもらうのが今年かな。そうですね。東京、はい、オーシャンサイドガーデン東京店を出すことになっている、このマシコ、マーシーですね。マーシーです。はい、手伝ってもらって、いろいろやってみようかなと思って。なるほど。さすが YouTube で何々言ってたんですか。もう、そういう時代ですよね、そういう時代。やっぱり。まあ、やってるうちに慣れてくるんだと思いますけど。はい。あ、いいと思いますけど。はい。まあ、ちょっとどうなるかわかんないですけど、まあ、はい、そうですね。いろんなお客さんに、まあ、プラスになるような情報とかね。そうね。見て楽しい動画とかあげれたらなとは思ってますね。はい。そうね。ケンシーがね、ちょっとクリエイター寄りだから、あ、そうですね。まあ、そういうのもいいきっかけになったと思うんですけど。あ、でもいいかもしれない。はい。なので、ちょっとそれで、ね、今年の1年、これからですね、はい、うん、やっていきたいなと思います。なるほど、はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね。あ、そのタイミング